皆さんこんにちは、こんばんは。今回は色紙アート4買ってきました。今回はね、全部で4つ買ってきました。今回のはすごくかっこいい。前回のベジットも、ブルーのベジットもかっこよかったんだけど、今回もすごいかっこいい絵が使われてます。でね、あ、忘れた、全16種、うちシークレットが1種です。いつもと同じガム、ソーダ味1個ついてるよ。はい、ラインナップこちらです。じゃじゃーん、こんな感じでね、ゼンちゃんがなんとここにラインナップされてます。うわ、来た、ゼンちゃん来たね。あ、ジュレンがいる。ジュレンが早速登場。ジュレン結構商品化されてるね。屋敷氏はこちらです。箱押し仕様、17号と18号がいるんだよね。で、あとはこの表紙にもなってるこの箱押しと、あとは、あ、こっちにいた、これも箱押しで入ってるらしいよ。で、このこれ以外にシークレットデザインの箱押し色紙が存在する。あ、シークレットも箱押し、うん、シークレットだから箱押しか。あ、ここにもあった、ここにも、そう、ここにもあるあります。さあ、じゃあ開けていきましょうか。これ欲しい。あと、ゼンちゃん絶対欲しいわ。じゃあ6つ、全部で6つあるので開封していきましょう。早速いきますよ。いざ開封。さあまずね、ガムは普通に、あ、白だった、白いガム、緑のガムかと思った。まあ、どうでもいいわなはい、じゃあ1枚目はこれ、裏なんです。さあ、1枚目、じゃじゃーん。お、早速この表紙にもいるこれです。箱押しきました。おー、すごい身長差があるんだね。で、これね、これのいいところ、ちゃんと袋に入ってる、すごいいいんだよね。いいね、かっこいいじゃんね。フリーザちっちゃい。あ、ちゃんと輪っかついてる。復活の、あの最近のゴールデンフリーザですね。おお、早速いいのが出た。はい、じゃあ2つ目いきます。2つ目は、ゼンちゃん欲しい、すごく欲しいよ。ゼンちゃん、欲しいよ。2枚目は、ドゥルルー、じゃじゃん。おお、いいじゃん。うわー、かっこいい。いいですね、18号さん。かっこいいですね。ちゃんと箱押しなんだ。ちょっとボコボコ感が。あ、ボコボコしてる。おー、いいじゃん。2枚連続箱押し出ると思わなかった。ラッキーだった。これ欲しいな。あ、でもこれ、え、これ箱押ししかないかな。箱押ししかない、僕ない。じゃあ出ないかな。だってもう2枚も箱押し出ちゃったから、もうこれ以上出ない気がするんだけど。だったらあるかもしれないけど、ゼンちゃん欲しい。ゼンちゃん、あ、暴毒かっこいいね、かっこいいね。あ、裏なんもないよね。なんで裏見ちゃったんだろうわ、めっちゃかっこいいよこれ。この表情かっこいいわいいね、いいね、いいね、連発。さあ次、4つ目、ゼンちゃんが欲しい。よし、次4つ目いきます。じゃじゃーん。あ、クーラでしたクーラ、すごいね、動きがあるね。まあ、あの、まあ、かぶってないんでよしとしましょう。クーラー、まあいいかな。クーラー。次。
何もいじんないんかい。はい、次、次。マクーラ様は何もいいことありませんよ。次、次、次行きましょう。ゼンちゃんが欲しいんだ、私は。ゼンちゃん、あ、いいね、この二人もすごくいい。このコンビすごい好き。いいね、ピッコロさんとご飯。いいよね。あ、いいじゃん、この表情見て。見て、いいね、いいね、背中合わせで後ろは任せたぞみたいな。いいじゃん、かっこいいじゃん。いいね、ご飯の表情も。さて、最後になっちゃいました。ゼンちゃん出ないんじゃないんですか、これ。いやー、これまた買ってこなきゃいけないかな。まあでもこれ、ゼンちゃんかこれ入っているとしても、どっちかしか出ないから、とりあえずまた買うかもしれない。よし、ゼンちゃんお願いします。ゼンちゃん、じゃん、あっ、え、なにこれ、あ、なにこれ、ゴジータって書いてあったっけ。ゴジータ、え、みんな探して、みんな探して、え、書いてないよね、こっちに。おお、え、まさかこれですか、これですか、これですか、これですか。あー、ピントが、シークレットデザイン、え、金色じゃないんだ。なんかあの、シークレットデザインってこれのなんかあの、毎回全部金色で書かれたやつとか入ってたよね。今回これなのかな、これなんだろうね、きっと。え、まさか、まさか、わー、わー、すごいかっこいいんですけど。え、これすごい飾りたい。わー、かっこいい、めっちゃかっこいいです。私これ、あの、悟空、あ、に、ん？に、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 二番目っていうか、なんか結構好きな、何が言いたいの？ちょっと、予想外のものが出てしまったので、いや、よかったね。ということで、今回、これを6個開封してみた結果、私はこの6種類が出たんですけど、被らなくてよかったね。で、すごい良かったのが、この18号さんめっちゃかっこよくて、いいです。いいです。いや、すごいかっこいい。これはすごいいいね。箱押しだしね。で、これですよ。悟空がかっこいいね。フリーザちっちゃいね。はい。で、ご飯とピッコロ、これもいいね。これもなんかかっこいい感じに書かれてます。そして、クーラでーす。で、バーダック、かっこいいね、バーダックかっこいいね。最後これ、まさかね、シークレットがいつものなんか金色の、全体的に金色の絵なのかなと思ってたんだけど、今回のシークレットとってもいいです。いやー、かっこいい。いや、ゴジータ、めっちゃ好きなのですごい嬉しかった。でね、今回これ1個300円くらいしたんですけど、まあそれだけの価値はあるんじゃないかな。かっこいい、すごく絵が。でね、あの、欲しかったこの表紙の絵、すごいかっこいいから欲しいんだけど、あとこれです。ゼンちゃん、ゼンちゃんがここにラインナップされてるので、これは欲しい。だからまた買ってこようかな。これ箱押しだからね、箱押しってあんま入ってないんじゃないかな。これね、当てるのすごい大変そうだけど、ちょっともう一回買ってこようかな。というわけで、今回はドラゴンボールの色紙アート46つ開封してみた結果でした。皆さんもぜひ見かけたら買ってみてください。それでは、またねー。